今日は4本撮りだぞ。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さあちゃん見てる、くるぶしです。そのちゃん見てる、くるぶしです。くえびっくりした、何かと思ったよ。今日はね、くる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 でお送りしますけど、今日は来週はちょもちょもちょもちょちょめ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 でございますね。ちょめちょめです。ちょめちょめでございます。今日はですね、あれロケロケですね、はい、ちょっと前ですね、謎の自販機を追えという企画やったじゃないですか。あの企画倒れのやつね。結局なかったっていうね。まあやばい、ね、なんなんですか。あの自販機もない。美味しかったもんね、あれね。練り物ね。練り物美味しかった。実は、ちょっとネットで調べたら。お、くるちゃんまだ調べてたのね。調べてました。自販機の姉妹店。うん、自販機の姉妹店。そう、同じような自販機を置いてあるところが秋葉原にも存在すると。うん、なるほど。はい、あ。で、ちょっとね、秋葉原、来てみました。俺好きじゃないわ、秋葉原。よっぽどじゃないと来えへんよね。あ、そうなんだ。はい、なんで今日はね、ちょっとその、自販機を、キティちゃんの水あんのかわかんないですけど、自販機に行ってみて、キティちゃんのお小水を買いますか。買いましょう。今日いくら持ってきてるんですか。今日はね、うん、52万入ってます。52万、はい、じゃあ早速自販機の方に行ってみたいと思います。やるよ。今秋葉原のですね、勘だよねこれ。そうね、どっちか言ったら。そうだね、こっちはね好き。あ、そうなんだ。そう、神田はね、俺がねたまに来てたね、日本酒バーがあるからね。酒とか飲むんすね。あんま飲まんけどね。あんま飲まんけど。なんかネットの書き込みによると、肉のマンセのビルの裏にあるって書いてあった。おマンセ。おマンセ。あそこの、ま、もうそこやん、肉のマンセ。そう。さあどこなんでしょうね。なんかね、結構画像で見ると古ぼけた建物の1階になんか自販機の群れがあった感じなんだよ、ね。でもなんかもうおマンセこれやん。おマンセこれだね。そこで渡る。あっち側からのがいいかな。フェフェチ。なんかジンバル2台でこうやって歩いてると典型的な YouTuber みたいな。いやほんまによ。典型的な YouTuber。クルチョモチャンネル。さあ、じゃあこれを右に渡ってと。なるほど。行きやすか。そうね。いやムシムシしてるわ。本当。ほんまに。絵描けてなあかんで。これが肉のマンセ。おマンセね。かつてなんか、プロだけここでなんか、ここの下のなんかスーパーで、なんか、低カロリーな食べ物買ってましたけど。まあ、それはそうか。めちゃめちゃ雨降ってきたね。さあ、来ました、おマンセのビル。ローソンプラス 3F って書いてある。やばいよ。そしてやってないからね。あ、本当だ。あれじゃん。あれか。あれ早速あったで。早速やな。よっしゃ。うわ、来た来た来た。めちゃくちゃあるやん。ちょっと待って、あのポップコーンもあるで。やばいやばいやばい。ちょっと待って、これめっちゃおもろいやん。A 区のパチンコ屋はイカ様が聞かないが、 B 区のパチンコ屋は無線の黒服を抱き込んであるので電流を流し台を食らせバカバカ出る。もう潮時なので黒服に金を託して逃げる。何する。何かが水のペットボトル建物の中の自販機で販売中やって、防気予防に水を。でこれですね、これですよ、こいつ。あ、これはね、あったよ。中って書いてるからこっちじゃない、この中じゃない。すごいな、ほら狭っ。ビリビリくそ
ポップコーンはあるよ。え、ポップコーンはあるけど水は、キティちゃんの水がない。親戚んちの匂いがする。そっち側か。ネクターとかいっぱい置いてあるの。エゾジカカレーあるよ。証明写真撮る。向こうに証明写真、そういえば書いてあったな。そうだ、証明写真とかやってる会社がやってんかな、ただキティちゃんの水はない。キティちゃんの水ないやん。あった？ありました。あったや、グルちゃん。これちょっと最後に買っていいですか？あ、そうね。あの、追い求めてたんで。やばい。てか、全体的にちょっとね、もう色がくすんできてるね。そうね、このおでん缶ってやばい。やばいね。だってこれとこれ、ね、多分。あ、でもちょちゃうんか。ガンモと牛すじ大根やからちょちゃうんか。これ、込みどころがいっぱいあるね、これ。そうね。まあ、じゃあ、コンドームも。コンドームちょっと2個買っとこう。500円、600円、700円で。意味わからん。ストップイズ。ストップサイズ。これが一番気になるけどね。まあね。何なんだろう。490円とかだろうね。これ買う？買ってみます。しかもなんかちょっとちゃうね、やっぱ書いてることが、全部。なんかみんなメッセージが書いてあるんですけど、あれかな、え、 AV とかそういうことじゃないのかな。なんか人妻が好きとか書いてある。ああ、じゃあ AV じゃない。 AV なのかな。サイズ的にでも何やろ、 DVD なんだろうね、これ。なんだろう、全然わからん。これじゃあ1個変えましょうか。 OK。いや、もうでもこれとキティちゃんぐらいじゃない。やばい、やばい、シャボン玉持ってるやん。やばい、結構な値段おみくじも売ってるよ。え、あ、これ売り切れてる。これがもうポンってなってるよね、そこから。どういう風に飛んだか分からへんけど、ここにあったやつがプンってね。武田信玄もビックせんよ、そのこっちがビックしちゃう。そっか、680円で頭いかれてるな。かなかの値段しますね。スズイパイプの救急車。怖すぎる。怖いね。すげえな。買いたりよ、なんか。なんか、わけのわかんないこと伝えたくなって。神尾館では、見学者にで。初期の神尾館で。悪いな。なんか。怖いね。ピーちゃんの水あるの。あ、ほんまや。なんやねん、こっそりあるやん。ほんとね。とりあえず、これから行ってみますか。